早速、世界最強の剣、夜を作ってみましょう。これでダイヤを両端に、この両端につけることによって、ででん、かっこいい。ミホークの夜、なんと攻撃力15。まあね、これクロスさんと一緒に使ったモッドを見るとちょっとこの15っていうのもどうかと思うけど、でもやばいですよ。これもう怖いもんないですよ。なんでも濃いですよ。ほら、なんと敵が2発。強いのかどうなのかちょっと分かんない。最近強い武器ばっかりで2発で倒し慣れてた倒し慣れちゃってるっていうところがあるからね。はい、ちょっと待って。クリーパーもこの夜にかかればいいね。怖くない。見えるかなこれ。まあ敵がこうやっていっぱい来てますけども、夜があればクリーパーも対処できる。素晴らしいですね。あ、でもこれ耐久があるんだ。ブルーサーアックスとかテリーソードとは違って耐久がちょっとあるという残念な。足技だけあるね。なんとウソップの兜も作れるし、そして牛乳もちょっとだいたいオチが読めてるんだけど、ちょっと作ってみるか。牛乳セット、あったあったあった。なんと牛乳セットじゃあ作ってますけど、はい、もうオチが読めてるよね。はい、これはミルク、これもミルク、一緒の名前で、はい、牛乳が3杯だ。うん、チョッパーの、チョッパーのこれこれか飲みまーす。よっよっはい、じゃあゴミですね、これは。これもブルックの武器のレシピとしてあったんだけど、これはバージョンアップしてからの話ですね。なのでこれを置いといて、はい、最後残すはだいたいダイヤルだけですね。ダイヤルをちょっと見てみましょう。ダイヤルは主に貝をなぜか粘土で作るという形になります。それで火打ち石、ダッチはレベルが上がった、骨が強くなった。マグマ、これフレームダイヤルかな。あ、こっちがフレームダイヤかな。これウォーターダイヤルというものになるのかな。これは赤石が入ることで何ができるのか、トーンダイヤだらとかあたりかな。うん、これフレームで、こっちはヒートかな。インパクトは多分これですね。インパクトがこの TNT を使ったやつ、つまりこれですね。じゃあヒート、水、クール、ウォーターで火打ち石、フレームかな。でこれがインパクト。この4つの種類のダイヤルがあるのかな。じゃあちょっとやってみましょう。まずはウォーター、だいたい予想がつく。はい、これはウォーターダイヤルと書いてありますね。これはただひたすら水が出てくるだけのような気がしますけど、俺の予想は水、水、はい、水が次々と出て、あ、壊れた、パコンって壊れた。ちょっとこんな終わり方をすんのへえ。ラバダイヤル、溶岩ダイヤルという聞いたことのない名前のダイヤルが出来上がりましたね。これで、ね、マグマが出てくる。もうマグマ出放題で、最後にバン壊れる。じゃあ次ですね。火打ち石ダイヤル火打ち石ダイヤルなんてことはないか。多分フレームダイヤルという名前ですね。はい、ファイヤーダイヤル、そんなダイヤルなかっただろ。はい、じゃあファイヤーダイヤルも、はい、もう大体想像つくよね。火がつけれる、火がつけれる、火がつけれる、つけれました。え、マジでダイヤルって何なの。インパクトダイヤル、多分インパクトダイヤル。ででん、インパクトダイヤル。さあゾンビねえ、ダイヤル、とりあえずゾンビの声が聞こえるので、じゃあゾンビ、今回はね、ちゃんと被験者を用意しましょう。はい、ゾ
ンビ食らえ、インパクト。時間差、まさかの時間差。あれ、クロコダイルの爪弱くね。クロコダイルの爪、あ、落ちた、首が落ちた、痛い痛いけど回復、ガードポイントで回復。次元爆弾でしたね、インパクトダイヤルは。使い切りかよ、よくわかんねえな。しかもこの爪も全然攻撃効かなかったの今、なぜか。まずウォーターダイヤル、そしてインパクトダイヤル、そしてこれファイヤーダイヤルを作って、このやつらをこのやつらをできた。カブト、カブト、これかっこいい名前だよ。はい、果たしてこれどんな武器なんでしょう。はい、まカブトの弾は何で作るんですか。え、クリマタクトとかがあるんだよね。クリマタクトはなんと鉄の棒で、青い用、あの線量、青い線量をまだ取ってきてないっていうね。うん、青い線量取れ、ちょっとささっと取って探しに行ってくるか。そうしましょうか、行きましょう。あ、松明復活した、松明復活したぞ。オッケー、じゃああとは石炭を掘って松明を作ったら解決だな。ラピスってそんな簡単に見つかるもんじゃないよな。でもやばいな、これ。あ、強い。クロコダイルのホック強いな。ここどこだ。あ、ここに来たんだ。またなくなったー。またなくなったよ、ツルハシが。ガードポイントチートすぎ、わらわら。ガードポイントで回復するから怖くない。なぜないんだ、ツルハシがないですね。ツルハシどこ行ったんだろう。あった、ツルハシ出てきた。これずっと持ってた、それとも。で、松明も、ま、木の棒もなくなった気がする。やっぱりアイテムがね、おかしい。もう、超中途半端ですけど、お別れするしかないですね、このモッドは。もっと抜かないとですね。そうですね。このモッドはもう、お別れしましょう。いた。いた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 。痛いです。痛いです。よし。回復。はい、石炭がこのままじゃ作れないから、冒険にも行けないっていうね。ちょっと待って、何これ。でもガードポイントがあるから大丈夫。硬い。硬い。あ、めっちゃ硬い。痛い。壊せないじゃん。痛いよ。痛い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 。死ぬ、さすがに死ぬ、それ。それさすがに死ぬ。やめよう、そういうこと。熱っ、熱っ。死ぬ死ぬ死ぬ。ガードポイントのおかげで生き残った。ガードポイント強い。あ、でも、松明、壊れたね、一個。これは、新しい鉱石ですね。これがね、ダイヤでしか掘れない。ああ、やっぱりバグってる。遅い。というわけで、このモッドはね、こんな感じで、もう、お別れします。そして次回からはね、まともな、超まともにできると思います。もちろん、マルチの方、クロさんとのマルチの方も、もう、バグとかに困ることもないので大丈夫なんで、このモッドでね、バグというものにはもう、お別れということにしましょう。では。
帰ります。帰りませんね、もう。やだやだ、今日はこれで終わりですか。そうですね、今日はこれで。じゃあ、あいつ今日はこれで終わりましょう。終了まであと4分になりました。本当にやだらけ、マジでやだらけ。あいつ、やったのと、こいつ、こんな優しさだった俺初めて見たわ。そうでもないか。じゃあね、次回はモッドなしで、バグなしで今度はやっていきます。もしかしたらね、クロさんと予定が合えばマルチの方進めたいと思っていますので、じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。弓矢秀。